おととい捕まえてきた奇形のツノトンボ。捕まえた時から羽化不全で何も食べてないはずだから、ご飯をいろいろと与えてみてます。マグロの赤身、お寿司の卵、ボイルエビ、それからサーモン、全部食べなかった。なのでこれを与えてみる。カマキリ用に保存してあるショウジョウバエ。通常は飛行中に捕まえて食べるんですけど、この子ね、右の手が爪がないの。だから捕まってるのを右の手使ってないんだよね。食べる？じゃあこの子このままにして別のやつ連れてくるね。唯一口を動かしたのがコバエだったんで、ショウジョウバエをあげてみます。はい、だいたい数日飼ってて分かったんだけど、22度から3度のぐらいになると飛び始めますね。オスは飛んでっちゃった。こっちがメス、こっちは2匹ともメスです。この子がオス。お尻見えますか？これOh.